広島カープ塾始めます。今日は弟子4の方と一緒に一軍に上がりました小園選手を取り上げようかと、はい、小園海斗選手ですね、今年少し不調で2軍いやだいぶ不調ですかね2軍出ましたけども、ね、2軍に出てやっと1軍に出て戻ってきて結果を数試合を出しましたけどどうしようどうでしょうか塾長やっぱり本当にタイミングが取れてなかったんでしょうねと一軍にとってやっぱり触れてるのは触れてるんですが当たりますもんねバットにまずあそうですね、はい、その上で打球が鋭いで、まあ当然何試合かはね、ヒットはなかったんですが、はい、まああれは正面だったりちょっと不運な面もあって、まあそれがやっぱりホームランにつながったのかなと。そうですね。その意味では小園海斗選手こっからまあタイミングが合わないことが、まあ最大の問題だとしたらば、上げ出すと、こう、すごく結果を出すっていうことになってますね。結果を出してくると思いますので、やっぱり一番タイミング、自分のタイミングで振って当たらないほど困ることはないと。で、これやっぱりかなり時間が、2軍に行って戻るまでの時間を考えても長かったですので、小園選手は今後、これを糧にしなきゃいけないかなと、はい、結局笹岡監督の時のファームの時でも、はい、タイミングが取れなくて結局 2軍でも打てなくて1軍呼ばれなかったんですよ、ね、そうか、ね、そうですね、でもタイミング取れ出すとやっぱり3、まあ、2軍とはいえね3割近く3割超えるような打率に上げて、はい、短期間で上げてこれる能力と小園選手ってこのスランプが長いって言い方も言うならばですねこれいわゆるホームランバッターって俗にはこのスランプが長いですけどもホームランバッターじゃないですけど小園選手もいわゆるスランプが結果的に長い可能性があるんですよただ今回はコブを取って狂ってるので、はいその影響のせいかどうかなんですよね。そうですね。だから、小園選手がまずいのは、一個狂うと、全部がガタガタになる方を気をつけた方がいいかなと。これ、守備も走塁もガタガタになっちゃう人なので。そうですね。せめて守備さえ崩れてなければ、スタメンでも使えますけど、まあ、全部だから使えないですよね。とかね。だから、新井監督ももう2軍に落とすしかないし、1軍に上げる、上げれないんですよね。そういう状態で、はい。そうですね。そうですね。使えないですね。他の選手使っていいですからね。そこの問題なのかなと。なるほどね。当然この子供の計算があるから田中のファーストが計算に入ってたはずですので。そうですね、はい。田中の復活は計算済みだったと思うんですが、それはあくまでもショートは子供の上本。はい、で、まあ守備型的には矢野と。はい、この3人でショートは回すんだと。で、はい、田中に関しては、まあ、当然あのサードとかねファーストで使ってって、はい、やっていくんだと、まあ、当然これはデビッドソンが未知数、はい、あと2年目のマックグルーブがどういう結果を出すか外国人も分かりにくい、はい、そうですね、ここがありますよね、ここの部分で田中のバックアップ要員だったはずなんですよね。で、この田中のバックアップ要員のあれで松山は代打専任だったはずなんですが、玉突きで結局小園がいないので田中がショートで出るので松山をファーストで使わなきゃいけないという。そうですね。はい。
事態だったんです。小園選手は調子が戻ってきて、マクブルーム選手はまあ戻ってこないと。というふうに仮にすると、結構サーダーか、田中康介選手がサード、ショートで小園っていう形になってくるんですかね。なってくるとは思いますけれども、多分いずれはマクグルーブも戻ってくると思うんですね。多分子供と一緒だと思うんですよ。タイミングが取れてなくなっちゃったから何していいか分かんなくなってただけなので、はい、2軍である程度ヒットが出始め、結果が出始めてくればある程度戻せるとは思うんですよね、うん、長打力のことを考えるとマクグルーブも右の長距離砲はいないので、カープはそうですね、はい、そうですね、堂林にそれを期待すると打撃が狂ってしまいますので、そうですね、やはりこれは小園にいてもらいたい方がいいんですが、うん、あのこれだからそうすると一番苦しいのは矢野なんですね、いらなくなるそうですね、でここなんですよね、だから矢野は今のうちなんですよ、でそうですよね、小園はただそうは言っても小園が気をつけなきゃいけないのは、うん、この打撃で多分この後ある程度結果が出てくれればいいです。数字でね。うんうん、あのタイミングがいい、いい当たりがあるとかではなくて、はい、あの、まあでも全部アウトですと、うん。やっぱり打率は1割台ですと、1割前半ですってなった時に、走塁と守備で貢献できるプレーができるかとかですね。田中が地道にやろうとしたプレーですね。その意味では、今年1軍に上がってすぐホームランを打って、その後結果出ないで、結局2軍に落ちてしまった林晃太選手とちょっと似てくる可能性もありますね、この選手は。ありますね。はい。林選手もね、守備でいろいろ貢献しようと努力はしてましたけど、まあ、他の選手でもできるかなっていうのもあってですね、厳しく言うと。で、監督にしてみたら、触れてないからファンなんですよね。あなたは他の選手と違うのは、ホームランか三振のために一軍に呼んでたはずなんですね。なぜならまだそこまで結果を求めてなかったはずだから。小園選手とはちょっとまた違います。ここは違うんですよ。ところが、結局ホームランは1本だけというよりかは、要は大ファールも含めて捉えてないわけですよね。そうでしたね。まあ、下手すとレフトに流しちゃうような、はい、だからね、はい、スタンドを目指すようなフルスイングで、打率が低いとか、はい、三振が多いなら我慢したと思うんですよね。はい、そうですね。ところが、結局それができないから、結局、言い方悪いですけれども、小園の、こう、あの、ニラさんの方が二軍落ち遅くなっちゃってるわけです。そうですよね。守れるとか走れるではないわけですよ。なぜなら、ニラさんがダイソーで盗塁のサインをもらってないから。それは初期がやってたり、曽根がやってる役割なので、でねうん、別にそこは、言い方悪いですけれども、ニラさんと、林に違いはないんですね。足のスペシャリスト的な、足は速いですよ。ニラサが。盗塁ができるんじゃないか、走力は持ってても、ニラサにベンチはそんな期待はしてないわけですから、そうですね、林とそこは盗塁だったわけですよ。だから、子供も盗塁なんですね。別にあなたに走塁のスペシャリストになってくれということはないけれど、だけど走塁はやってもらわないと困るんですっていうことができるかどうかですよ。そうですよね。そうですよね。小園が大事なのは、打撃のプレーが他のプレーに影響されすぎなので。なあ、もう。乗ると強いけど、こう、一つダメなので全部ガタガタって言ってしまう感じを。全部が気になって一生懸命できないんですよ。だから、何かを捨てられないんでしょうね。そんな感じはしますね。打撃が悪いんだから、せめて走塁でどうにかしようと。うん。
だから当てに行って緩いゴロでも塁に出ようとかね、そうですね、まあ、そういう発想する、違うところですよ、タイプじゃないってことですね、これを林がやっちゃうから林が2軍落ちちゃうんですけどね、林の場合はあなたはそこは空振りしなさいなんですね、うん、あ、しなさいっていうのはホームランを狙ってタイミングを合わせて空振りをしなさいなんですね、無茶振りではなくて、ここが小僧とニラ沢については何が何でも当てて、あとは打球方向で結果を待ちましょうなんですよね。そうですよね。塾長どうですか、小園選手なんか2つ道がありそうですね。すごくこうレギュラー化して結果出し発達といくか、まあ、ちょっと出て結局ダメでまた2軍か、こうなんか2つに1つみたいな感じしますね。まあ、2つに1つみたいになると思うんです、ですね。あ、どっちもどっちですけど、意外に林晃太選手みたいな感じで終わってしまう可能性も結構ありそうな気もしますね、残念ながら、でも逆に言うと、うん、今回ホームラン出ましたので、割り切って、まあ、今回、はい、あの打ったような場所に徹底的にあそこに狙い打つっていうのも手なんですね。そうですね。これ結果的に林選手と一緒というかどうか、これ小園選手こうやって活躍したりすると、例えば、まあ、若干こう出すぎると体力的に不安がある、例えば上本選手だとか、もしかしたら田中康介選手もそうですけども、程よく休ませられるっていう効果もありますね。まあ、かなり大きいと思いますよ。この後多分ほぼほぼ小園はショートを守らせ、起用して途中交代はないと思うんですね、はい、結局セカンドで使いましたので、もうここはカープのフロントとベンチは矢野はショート一本なんですね。そうですね、ショート専門家ですもんね、はい、もう他のポジションやらせてないんですね、今シーズン基本は、で打席にも立たせてるんですね、まあ極端に言うと菊池選手のような感じで、もう本当12球団唯一無二のセカンド、もしくは唯一無二の、まあ、この矢野選手はショートとぐらいしたい気持ちがあると思うんですかね。したい気持ちがあると思うんですよ、でそこは小園に煽ってるはずなんですね。守備で矢野を超えないとレギュラーって言えないよねっていう、レギュラーですので、守備のために与えられてるようじゃダメなわけですよ、ね、ある程度の評価として、はい、そうですね、身体能力の問題ではなくて、やっぱり矢野にはサードに行ってくださいと、まあ、もしくはセカンドの菊池の代わりに私がセカンドではなくて、あなたがセカンドに行ってくださいみたいな守備をですよね、していかないと、はい、いけないんですよね。じゃあここ7月中旬、まあ、オールスター前ぐらいまでの小園選手の試合、特に打席ですね、打撃結果、なんかすごく注目するべきところが多そうですね。注目して多分ベンチが8番なんですよね、はい、7番とかじゃないので、はい、もしかすると長打は狙わせてる可能性もあるんですよね。そうですね、今後ともちょっと小園選手の話、塾長方向の話いただけますか。そうですね、今後は多分そう簡単に2軍にはいかないと思うので、取り上げる機会は出せると思います。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。